ピンク星からやってきたあなただけのお姫様、そんな私も愛して愛して山の色おじ様がいるのです。あ、そうそう、言っておくと同担拒否です。推しの瞳の中に映っているのは私だけ。推しに手を出したら刺すよ。皆さんこんにちは、森ありです。はい、こんにちは、どうもこんばんは、森ありでございます。今日は多分今更っていうよりかはタイムリーで撮ってるんだけど、 Y が編集遅すぎる件についてっていう、何落としたんだっけ、忘れちゃった。そうそう、今日の動画は流行っている地雷メイクをやっていきたいと思います。ポイントが、泣き晴らしたような赤い目元にすることと、ダークな雰囲気を出すために下まぶたにアイラインを引くこと、そしてリップは黒とコントラストが映える赤か黒いローズということで、私できるかな、わかんないんですけど、とりあえず今なんかこうガチャって出してみたんだけど、メイクやらないじゃないですか、見ててわかるように、あんまやらないのね、普段から。ウユクリームどっかにあるから、ワンチャンウユ使えば全体的になんかちょっと病んでる感じ、血相悪い感じなるかなって思ったの。血相、血色、え、そう思ったの。なんだけど、とりあえず100均のものとか特殊メイクで使ってた道具しか見つからなくて、やばいんだよ。だってさ、白くするのに動乱しかないの、やばくない？動乱しかない人ってどうなの？無事できるかわからないんですけれども、ちょっと時間もないということでやっていきたいと思います。私この後ちょっと撮影が入っておりまして、はい、やらせていただきます。もう一個、あのみんなにねちょっと謝っておきたいのがね、私イコールもしかしたらサンリオとかマイメロピアノとかのイメージあると思うんですけど、マイメロのクリップあるんですよ。あるんだけど、どっか行ったのよ。もう最悪だわと思って。え、まさか、だってほら動画で使うと思わないじゃんさ。もう最悪だわってなってて。でもね、もう安心して。私の周り、マイメロしかないことに気づいたので、全然大丈夫。地雷感はあると思うから大丈夫です。普段から地雷感はどうなの？まあ怒らせなければ怖くない人なので全然大丈夫です。え、それが地雷っていうのかな？で、今日のカラコンなんだけど、いつものカラコンだと、パフ系とかがね、多いと思うんですけど、今日はこれを使いたいと思います。はい、ピアコンタクトさんの、これね、白石麻衣ちゃんがモデルのやつですね。これダイヤが 14.5 で、エスプレッソっていうカラーなんですけれども、今日はそれを使っていきたいと思います。ちょっともう、粉とか使い出すので、今すぐ入れちゃうね。パパパーっとここら辺は適当にスキンケアをしていきます。あれでしょ、とりあえず白くなればいいわけでしょ。諦めたので、どこに入ってるかわかんないから、もういい、もうウユに関してはいいわ。いっぱいね入ってるんだけど、よくわかんない。あ、化粧下地っていうのがありました。エスポルールの化粧下地が入っているので使っていきたいと思います。エスポルール超夏いんだけど、多分企画で使ったんでしょうね。ピンクだけどこれいいのかな、白気になるかな。あ、でもなるかも、なるかも。なんか血色悪い感じだとあれだよね、完全にブルーかもしんない本当は。化粧下地ピンク、もうさ、ベースのやり方とか絶対間違ってると思うんだけど、もうそこ気にしないで、本当にみんな優しい目で見ていただけたらと思います。とりあえず我々は今日地雷になればいいっていう風にしか思ってないので、まあ、この時点で結構白いけどね。これやった後にでしょ、要はファンデでしょ。ファンデもさ、ベージュとナチュラルとかあるんだけどさ、100均メイクになっちゃうね。どうしよう。あ、わかった、ここにドーラン混ぜればいいんじゃね。オッケー、ドーラン混ぜていくね。まあメイクはほら自由ですから。見てだって、動乱の濃さやばくない？これをこうやって、いやー、冬っぽくなったぞ動乱。あ、いいんじゃね、どうなん。あ、結構ほら見て、いいんじゃない、ちょっと冬っぽくなったよ。白いや白いや白くない、いや絶対白い、いや白くない、いや絶対白。あ、もうこの時点でもう誓ったわ、二度とやらないわ多分。もうこの地雷女メイク分からんもんだって。正解が白ね。ポンポンしていきます。パパパパパパ。あ、でもさ、なんかさ、割かし、ちょっと待って、割かしちゃんとちょっとやってんじゃね。あ、割かし、あ、ウケる。割かしちゃんと、なんか動乱ってさ、私ちょっと怖い動画嫌な人は載せないのであれなんですけど、怖い動画 OK な人はちょっと上見ておいてください。あのね、昔めちゃめちゃ特殊メイクやってたんだよね私、動画でね。だから動乱めちゃくちゃあるんですよ。なんですけど、あ、なんか意外と動乱使えんじゃん。え、やばくない。あ、でもなんか良きかと思う。いいんじゃない。
それではシェーディングで華奢な輪郭を作るらしいので、私最近ね可愛いシェーディング手に入れたので見ていただきたいなと思って。キャワくない？超キャワくない？キャワくない？でもね、濃いシェーディングじゃないんです。ほら、濃いシェーディングを多分しなきゃいけないってなるとこれは使わないんです。見せただけでした。濃いシェーディングですね。任せろ。濃いシェーディングもねどっかにあるんですけど、これも結構濃いのかな。 W ラボのやつなんですけど、あ、濃いです、濃いです。じゃあこれを使っていきましょう。骨格がカバーできる部分、あ、ふん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 、なんかいろいろちょっと ここから結構地雷感半端ないんだけど、これでとりあえず伸ばしていきましょう。 OK。 あ、めっちゃ痩せてる。はい、でここが、うわ、めちゃくちゃ細くなった、怖っ。めちゃめちゃ久しぶりに使ったこの W ラボで、ハイライトですね。ハイライトに関してはもう一個さっきじゃない方入れていこうと思います。ちょうどハイライト買ったので、キラキラ、ほらこんな感じです。白を T に入れていくのね。はいはいはい、顎とこことここ、おー、はい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 、雰囲気的にね。ほーん、すごいね。なんかさ、メイクって奥が深いなって特殊メイクやってる時は思ってましたけど、すごいね。あ、すごいねすごいね、なんかすごい立体感が出たわ。あ、でもチークは普通にニコって洗った時はここに入れるんですけど、それじゃなくてここに入れなきゃいけないので、まず目元をじゃやっていきましょう。目元はね、なんかね、とりあえず真っ赤にするって書いてあるから、あ、そうなの、みんなに見てほしいの。見て、久しぶりじゃない？ビューリーズファクトリーのパレットが久しぶりに出てきたんですよ。なのでちょっとせっかくなのでこれを使いたいなと思ったんですけど、ほら、ね、思ったんだけど、結構私今の段階で雑なメイクしかしてないから、マンディのパレットを使いたいなって見せただけでした。これはなんかね、本当に特殊メイクでしか使ってないからちょっと汚いんだけどさ、はい、これも私意外とパレット持ってるんですよ、使わないだけでとにかく赤くすればいいんだもんね。あとここの下の白かな、この白とここら辺を使っていこうかなと思いやす。コンシーラーね、使おうと思ったんだけど、なんかいらないかなと思って今日使わないです。そしてみんながまた思っているであろう、モリアリって筆持ってんの？って、持ってるんです、持ってるんですけど使ったことないんですよね。ちゃんと特殊メイクでしか使ったことがないので、ちゃんと使っていきたいなと思うんですけど、目を囲むようにアイシャドウ入れるって書いてあるので、ドバッてクリームアイシャドウ、なんかこれ100均の見つけたので、これを塗っていこうと思います。あ、もうこれだけでも結構だってさあるよ、なんか地雷感。あ、すごい、めっちゃおすすめこれ、地雷メイクする人絵は。もうめちゃめちゃいけるよ、いい、いくよ、合ってんかなこれ、うわ、あたしさ、ね、待って、気のせいじゃなければデーモン小暮さんにしかなってない気がするんですけど、大丈夫ですか？あの、私マツエクがピンクだからさ、赤を入れるとさ、なんかすごい逆に、なんだろう、なんかちょっとよくわかんないんだけど、合ってんのかこれは、もうわからない。ちょっとぼやかしてここら辺にブラウンとかあ、でもなんかわ、なってきた、なってきた、多分なってきたんじゃない？で、あー、涙袋をね、描くわけですね。あの、昔からすごいコンプレックスで涙袋が具合悪い日にめちゃめちゃバッコーンって出るんだけど、今日多少具合悪いかなぐらいの日かな。なので、涙袋は茶色のシャドウで描いていこうと思います。描くよ。描くよ。本当に？大丈夫かな？怖っ。あー、合ってんのこれ、合ってんの、これ合ってんの、マジで合ってる。とりあえずぼかしていくわけね。はいはいはい、あ、涙袋ってこうやって入れるんだ。なんかさ、一回なんか企画かなんかでやったことあるけどさ、先に涙袋入れてよかったこれ、今順番わかんない。まあ、とりあえずあれですね、涙袋がバッコーンになればいいんですね。
めっちゃバッコになってる？なって、え、わかんない、もうなんかわかんない。でライナーはとことん垂れ目らしいので、私垂れ目かもわかんないけど、ちょっとライナー描かないんでね、描いていきたいと思います。こういうこと？垂れちゃってる感じ？あー、デカ目的な。下まぶたにライナー描く。滲んじゃった。あ、うわ、ほんとだ。なんか下に描くだけでちょっと違うわ。でも昔のメイクに戻った感がすごいんだけど。で、あれよな、下にも描くわけね、赤くするわけね。あ、まあ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 、雰囲気は、雰囲気は、雰囲気が伝わりゃワンチャンありっしょ。そしてここのところに入れていきます。ポンポンポンってね、ここらしいので。めっちゃ病んでる。いつものじゃないところに入れるわけね、この下のね。あ、病んでるわ。うん、ちょっとへらってんな。あ、でもどうだろう、せっかくここまでやったんだから、もうなんか完全にライナー引きたいかもしれない。もっと上にガッパッコーンって。やばい、昔の自分のメイクになってきた。あ、なんか、いや、昔のさ、昔の自分のメイクに近いんだけど、地雷だったってこと？え、じゃあさ、だったらさ、自分のさ、昔のみたいにしていい？昔さ、下まつげね、描いてたんだよね。懐かしい。昔のメイクになっちゃった、ただ単純に。あ、で、眉毛をさ、どうしようかなと思って。眉毛は普通にもう、あれでしょ？隠れるから別に自分のでいいわけでしょ？でもちょっと、垂れ眉にしとこうかな。なんか眉毛おかしくない？あ、いいか。あとはリップだね。リップがめちゃめちゃ大事らしいので、今日はなんかこうカンコレの赤も用意したんですけど、このね、赤も可愛いなと思って。毎回さ、どっから開けるのってなっちゃうんだけど。これ、あ、回す方でした。どうかな。あ、なんか明るかった、違うわ。こんな感じ。ちょっと黒を入れようかな。あ、いいんじゃね？めっちゃ病んでない？オッケー。これでウィッグをつけていきたいと思います。おししか勝たん、ピュン。はい、もうカスカスや。どうですか？なりましたかね？どうでしょう？どうですか？いかがでしたでしょうか？こんな感じで私、地雷女風メイクをしてみました。久しぶりにメイク動画やったんですけれども、わいが分かったことですね。私の周りにあるもの、すべて地雷女が持っているものをすべて兼ね備えておりました。なので、わいも地雷かって思いながら、まあ同担拒否って感じ。まあ溝端淳平とウエンティ大好きなんですけど、気持ちは分からなくもないんだけど、いや、なんかちょっと前メロタン持つと一気に地雷になるんだなぁと思ったりもしました。はい、この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルボタンの通知マークもここら辺に出しておきますので、よろしくお願いいたします。今日着ているこのお洋服はインスタグラムやブログの方で紹介させていただきますので、よかったら見てみてください。全部概要欄に載せておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。マリアリでした。せーの、おつわり、バイバーイ。見てくれてありがとう。バイバイ。